ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もペルソナ4ザゴールデンやっていきましょう。初めてじゃないかな、ここからスタートするの。前回はね、あの真犯人かもしれないボスを倒したところですね。で、平和になったと。で、1時間半ぐらい戦闘してたんでセーブどころがなくてここで終わっちゃった感じなんですけども、さあ何をしようか。誰からの電話もない。あれおかしいな、一昔前はひっきりなしに誰かしらから電話かかってきたのに学年トップで学校の人気も得たはずだったのにどうしちゃったんでしょう。おかしいなあいねちゃんからも来ないな。どっか遠出するか。そうだ、遠出できんだよね。ちょっと遠出してみる。はい、やっぱり新たなね土地行って選択肢を増やしておくってのもありだから。おお、ちょっとバイクでそういうとこ走るの怖いな。トンネル、お、ラーメンラーメンラーメン、もう真っ暗じゃんか。あちこち迷ったせいでもうすぐ夜になろうとしている。だからかなり土地感がつかめた気がする。もう少し走り回れば、あー、じゃあ次で行けんね。勇気高まった。これいいよな。行く場所も増えて勇気も増えてありがたいぜ。しかしお父さんは帰ってこない。ごめんだごめんな、僕が代わりに相手してあげるから。ペルソナソロネがいるから仲良くなれそうだ。仲良くなっとこう。病院のバイトもないしな、今日は。あってもちょっと怖いよな、そこ行くの。病院じゃなくてあのお姉さんが怖いんで。いや、しかしあの事件がないと1日早いな。2分で終わったぞ1日目。早いぞ。今日は何しようか。まあ今日も誰からの誘いもないので寂しい。よし行くぞ。今日はたどり着けるんじゃないか。よし、遠出しみよう。はい、原付っていいよね、こうやって気軽にちょっと遠出できて。燃費もいいしね、持ってないけど原付は。さあどこだ。ああ、昨日来たとこじゃん。あーまで明るいうちに来れたってことか。なるほど。あ、釣り具餌って書いてある。釣り具売ってんのかな、ここ。海に来ることができた。あー、もう水着の人たちいるんだ。7月31日だもんな。七里海岸行けるようになりました。おーおーおお、海に来てみたがどうしようかあ、釣りする。あ、できる。釣り竿持ってない、やっぱりか。誰か心当たりないだろうか。え、これどうなんだろう。いまだに釣り竿については分かってないんだよな。なんだ、どうしたらいいの。泳いでみるったって水着も持ってないって言われるよな、多分。じゃあ眺める。今日は海を眺めて過ごそうか。え、一日過ごすのこれ、眺めて。え、何の修行これ。何の修行だよ。座禅組んで寄せては返す波をぼんやりと眺めて過ごした修行じゃないか。自分の中何か、え、レベル上がんのレベル上がる。え、なんだ、ユニコーンはトラフーリー覚えた。なんだ急に。あれか、自分が装備している、今装備しているペルソナのレベルが上がんのかこれ。気がついたらかなり時間が経過していた。今日はもう帰ることにしたすごいな。一人で海に行くとそういう境地に達せるのか。ほう、これはいいこと学んだ。おかえりお兄ちゃん。ただいまお兄ちゃんです。いない、いないな。しかも奈々子ちゃんもないな、コミが。しかも病院もない。じゃあたまには本読むか。本読んどくと後々あの知識2倍みたいなのがいいことあったりするからね。勉強しようか。はい、あ、勉強じゃない、あ、間違えた、勉強じゃない違う、本読みたかった。あー、話しながらやってたら、あああ、なんか3つ上がったよ。まあまあいいか。3つ上がったならいいかすごい博識人になってしまった。今朝は雨が降っていたが午後になって上がったようだ。まだ警察の動きを待つのか。ああ、どうしよう。外出するけどさ、もうマジで何もないぞ。ちょ、みんなの意見を聞かせてくれ。知恵と過ごす、ユキコと過ごす、テレビの中へ。あ、
学童保育のバイクってある。あ、そっかそっか、新しいコミを育みに行くっていうのもありか。オッケーオッケーオッケー、ちょっとそれ行ってみよう行ってみよう行ってみよう。そうだよね、まだ会ったことない人たちいるはずなんだよね。なんだっけ、久野だっけ久野に会うとか、なんかさっきのあのみんなの声で聞いたことない名前がちらほら出てきたことあったから、それが多分この辺のバイトなんだろうな、うん、曜日が合えばいいけどな。お、ゆきこさん、ゆきこさんとちそんな近くにいるんだったら2人で遊びなさいよ。看板看板、でも今時こういう看板でバイトに募集するってあんまないよな。ちょっと勇気いるよな、こういうのに応募すんの。他のアルバイト、あ、あるね、学童保育と家庭教師。学童保育、月金どう、あ、今日ある今日あるあるある、子供と育む寛容さ、寛容さか。いきます、応募します。雨が降ってない月金土、商店街のバス停から高台行ってみよう。 OK、 よし行くぞ、バス停バス停。新しいコミュか、なんだろうな、もう全然何を持ってて何を持ってないか把握してないからなバス停で高台行って学童保育のアルバイトしようか、行くぜ。ほうほうほう、学童保育っていうからにはやっぱり奈々子ちゃんより下の子供とかと、おお、エプロンしとる学童保育の手伝いとして子供たちに紹介された。子供たちからやけに興味を持たれてる。なんでだ、変わってるのか。先生、彼女いる？いるよ自信を持って言えるな、いるよ。こら、そういうことを聞く、そういうことを言うのエッチだからだ。いや別にそれはエッチではないよ、別に大丈夫大丈夫、いいよ。先生、色鬼やろ。色鬼懐かしいな、色鬼懐かしいな。なんだっけ、ルールなんだっけ、なんか一つの色を言ってそれに触ってると安全とかそういう鬼ごっこだったっけ。先生が鬼、子供たちに振り回されつつ世話をした。寛容さが高まった。あれ、コミはコミないのこれ。あ、お、どうした少年。男の子が一人残っている。どうやら向かいの保護者が来ないようだ。お、どうした、じゃあ俺の手品見せてやろうか。徳川くんどう、全員を迎え来たかな。来てないっす、この少年が。あ、ゆうたくんがまだか。ゆうた、いつものことだけどね、まあいろいろあるんだろう、親御さんにも、この世の中だしな。あ、ゆうくん、ごめんね遅くなって。顔がある、そして声がある、ということはこの人とコミュか、人妻とコミュ。別に。ゆうた、学童の先生。はい、そうです、よろしく。そうですか、お世話になってます。ゆうくん、また面倒かけてると思いますけどお願いしますね。ほう、まだコミュは深、あれゲットできないか。南ゆうたくん、みんなと遊んでるときは元気いっぱいというかありすぎてちょっと問題なんだけど、お母さんが来るとああなんだよね、ママ母だからしょうがないのかな。ああなるほどね。ゆうたくんのお父さんとさっきの女の人が再婚してね、あの人どこだったか都会の人らしくてちょっと何考えてるかわからないあ、そう、見た感じ普通な感じだったけど、そのせいかゆうたくん学校でも問題児みたいだね。はあ、この間も学童の先生の噂話は続いてる。はあ、なるほどなるほど。6000、え、どこいね。あ、まあ昼使うからか、他の夜だもんな。うん、おかえり。ただいま。どうしよう、本読もうとして失敗したから、今日は奈々子ちゃんごめん、本読ませてくれ。本読んどけば後々ね響いて。お、このタイミングでメールが着信、知恵からだ。ついにこの時がやってきてしまった。何を言ってんの。燃えよ青龍伝説、ついに劇場を公開したのだよ君。あ、なるほどねこの間の陽介と一緒で一緒に映画見に行ってくださいっていうやつか。絶対面白いから見に行くといいよ。以上お知らせ。あ、じゃあもう見たってこと。知恵の好きな映画が公開されたようだ。映画館に行くことがあったら誘ってみてもいいかもしれ。もうだって今の感じだともう見てるでしょ。
人で見に行ってるでしょ。あでもあれか、もう2、3回見に行くタイプかもしれないな、うん、そういう人もいるよね、うん、僕ももののけ姫は3回ぐらい見に行ったもんな素敵な男が読み終わって、男それはエターナル、よしこれ行こう、男それはエターナルを呼びますか。何なんだもん、さっぱり内容がわからんわ。各所すべて人たるもの男たるべしから始まっている、意味がわからん。男とは何か、それを探しに旅立った筆者が地平の先で垣間見た真実の男とは。あでもなんか気になるな、なんだか男になった気がしてきた、気になる、うん、まあ2回で読み終わるんならいいよね、うん、4回はきつい、4回読んだ挙句に対して欲しくないパラメータだったら悲しいもんな。あー早い、まだ11分しか経ってない。通販はいいです。さあどうしよう、またみんなの声を聞いてみようか。はい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 、キツネに報告もちょっとわかんないんだよな。なんか学校でなんかそういえばあったな、知恵と過ごす、ゆきこと過ごす。今日はなんか変わったバイトないのかな。ちょっと家庭教師のとこ行ってみようか。はい、なんかできるかもしれない、どんどん新たな出会いを探していこう。街に出る、商店街南って行けたら楽なんだけど、ないんだよね。まずはここ行かなきゃいけない。さあ誰かいるかな。またこの配置またこの君、ダイダラの前で何してんの、そんなに気になる、その鎧が。で家庭教師はどうなんだ。もう知識ならすごい自信あるからな、うん、あでも知識じゃないんだっけ家庭教師。どうすか、カー木道、あいけるいけるいける、よしよし、伝達力が高い、あもう伝達力いいんだよな毎回行こうと思ったが、どうやら寛容さがお緩急、あー足んないんだ。じゃあ学童保育やるしかないな。じゃあスナック白く夜間か、まあいつを募集しとくか、いつでも行けるしね。はい、じゃあ以上です。キツネのお願いか、なんか途中だったよな、そういえば。なんか女の子が告白できなくてみたいな話だったっけ、どうだったっけ。キツネから頼まれたエマの願いを引き受け中だ。エマの内容は好きな人とうまくいき、あそう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 、エマの願いを叶えたらキツネに報告しよう、これだ、よしじゃあこれ、あでも学校やってる、そうだ学校やってない今できないじゃんこれ、え、いけないよね、学校入れないよね。なんか学校で誰かを探してる時にそれっぽい話を聞いたんだけど、動画撮ってない時に、あでやっぱダメだ、ダメか。じゃあせっかくだし映画見るか、知恵と。知恵のレベルが上がるんだっけこれ。よし行くか、清流伝説、燃えよ清流伝説は8月1日からやってるよと。うん、あのアクション映画の金字塔清流伝説がパワーアップして帰ってきた。料金は1500円で、手持ちは26万1280円、またたまったな、1回10万円ぐらい切ったんだけどな、みんなの武器買い揃えて。どこでお金貯まってんだろう。仲間誘って映画見よう、知恵だね、さあ来いよ、一緒に見たかったんだろ。沖縄の映画館、うん、行く行く、じゃあ後でね、はいよ。あ、ていうか今の映画を見るの選択肢にあやねちゃんってあったのかな、よく見なかったけど。おお、もしかして君と私だけ、え何みんないると思ったの。じゃあ行こっか、いや何でもない、じゃあ行こっか、え、なんだよそのつもりでメールしてきたんじゃないのかい。チーと映画を見ることにした。そっか、4人とか5人とか6人を想像してたのか。まあそうだよな、夏休みだしな。会長音を上げ次々に敵を倒していく様に血湧き肉踊った。会長音ってあれか、キエーとかそういうやつかキエークエー、知恵と一緒に映画を楽しんだ。
知恵の刺激を受け、あ、知恵の刺激じゃない、なんだそれ。映画に刺激を受けて知恵の中で何かが始めた。知恵の刺激を受けちゃダメな、巴のレベルが。戦車か。チャージ、チャージ。使用後の物理攻撃が一度だけ2倍以上になる。あ、どうだろうそれ。貯めてるターンも考えた。あ、でも SP を消こ SP の消費を抑えることはできるよってことかな。取っといてもいいかもしれない。敵全体に大ダメージ、敵全体に中ダメージ、大ダメージがあれば十分だから、これいらないか。疾風山チャージして疾風山、ヒートウェーブしないよってことだよね、うん、おーすごいすごい、映画効果。燃えた燃えた。しかも泣いて、え、泣く？アクション映画って泣くとこある？いや、やっぱ青龍伝説シリーズはただの娯楽じゃないね、教えだね。人生を学んでんの。ジーは痛く映画が気に入ったようだ。あ、それならよかった。また誘ってよ。今日はありがとう、マジ楽しかった。また誘ってね。帰ることにした。あ、パーンはないか。パーンはやっぱこれ映画評論家実績のロックを解除しました。おかえり。ちょっとあれだな、夏休みの間はコミュ深めるターンが多そうだから、一旦みんなのペルソナを備えてからにした方が良さそうだな。うん、とりあえず本読もう。読む。男それはエターナル完結で、その後にまた黄昏れて男が待ってんだよな。はいはいはい、なんだか男になった気がしてきた。読み終わった。勇気がガチ、勇気か、もう勇気すっげえあんだよな。あららららら、いや一日早っ、一日早っ。今日何をしようか、誰か誘ってくれ、寂しいよ。ちょ、寂しくて死んじゃうよ、ウサギのように。ウサギって本当に寂しくて死んじゃうのかな、よく聞くけどまずどうなんだろう、まあ、街に出る。あ、何しようとしたんだっけ僕。あー、そうだそうだ、ペルソナをみんなの分ちょっと揃えよう、揃えてこう、揃えてこう。戦車と魔術師とあー、マリーさんいるね。でも中に入っちゃう。あ、用事あるの、じゃあ私も入る。あ、そうなるんだ。でもあなたには話しかけないけど大丈夫ペルソナ生み出すで、合体するで、ノーマルで、今はそっか、もう必要最低限なしかないね。正義が七子ちゃんで、法王が堂島さん で太陽が彩音ちゃんで、女教皇がユキコだね、うん、じゃあ戦車と何だっけ、魔術師か、漢字なんだっけ、感じなんだっけ。まあいいや、とりあえず全部揃えりゃいいんだよな、全部。よし、ちょっと揃えてみます。押す。はい、多分これで全部揃ったと思う。堂島さん、彩音ちゃん、女帝は分からん、うん、法は2個目、正義は七子ちゃん、女教皇が、ユキコ、魔術師が陽介、戦車が知恵ちゃん、皇帝が、漢字、星が熊、恋愛が理性、道化師が足立さんかな、うん、だったと思う。あとは体育系の部活の合気とかあったけど、まあ体育はいいかなってことで、はい、こんな感じで結構お金かかった、うん、じゃあ行きましょうか。これでもうコミュ上げまくりよ、うん、最初からこうしておけばよかった。なんでもう3日間ぐらい過ごしちゃったもんな。さて、ユキコいるなユキコ行っとくか。じゃあ、あら、徳川くん珍しいね、こんなとこで。そういえば原付って60キロしか出しちゃダメなんだ。え、30キロじゃないの、あれ30キロだっけ。どっちしろ遅くない。いや60は結構早いよ、うん、車でも結構早いよ60は。基本的にその辺の行動40だからな。これはちょっと勉強してやんないとあかん、あかんわこれは。原付で60で走ってみろ。生身で走ると結構速く感じるぞ。ユキさん何やら恥ずかしそうだ。どうした？あ、なんだなんだ。
この間の中井の笠井さん、徳川くんのことをみんなにいろいろと話しちゃって、あ、そっか、見られたんだっけ。そういえばもういつの話だったかわかんないけど、その連れてきなさいとかって、いや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 、大人ってすぐからかうっていうか、本当迷惑な話だよね。本当に迷惑と思ってるかい。でもさ、家旅館だからお客さんとかたくさん来るわけだし、普通に今度。普通に今度。おや、ゆきちゃん。だ、誰、中年の男性。あ、助役さん、旅館がバタバタしとったが大丈夫かい。え、バタバタしとった。旅番組の取材今日だった。ほう、またやってんの。また受けたの。一回懲りたんじゃなかったっけ。大丈夫かい。そりゃいいね、稲葉を盛り立てるよ、頑張ってくれよ。ほう、ごめんなさい。ごめんね、私も行かなきゃいけないんだった。テレビ出んのか、怖くないのか。うん、出ない。旅館の人は映さないでってお願いしたから。ああ、なるほどね。うん、真面目な旅番組らしくて、お母さんたちが乗り気になっちゃって、掃除とか手伝わないといけないから、今日はもう帰るね。おお、ゆきか、申し訳なさそうだ。それじゃあまた。いた、ゆきちゃん。ああ、来た、中井の笠井さん。噂を広める笠井さん。笠井さん、どうしたの。テレビの取材が来たんだけど、ゆきちゃん帰ってきちゃダメよ。お、なんだ、また女子高生おかみ。嘘だったのに、旅番組って。前に来たワイドショーの人たちだった。うわー、最悪なことすんな。あの人らの目当て、ゆきちゃんみたいなの、いい、ここにいるのよ。ああ、よかったな、じゃあここにいて。うん、うん、でも、やっと見つけた。いやらしそうな喋り方。こんなところに隠れなくたっていいじゃない。呪われた旅館の次期女子高生おかみさん。呪われたとか言ってるよこいつら。呪われた旅館。例の事件もちろん知ってるよ。死んだ山名真由美が泊まってたって。あれから町の観光客も減って、オタグラも大変なんでしょう。いや、夏休みいっぱい客いるって話だったけど。全然。だからいい企画考えてきたわけ。いや、余計なお世話ですけど。うん、あの呪われた旅館は今、女子高生狼の恥ずかしい奮闘記。なんで恥ずかしいんだよ。何を恥ずかしくしたんだ。どう、これお客さん来ちゃうでしょ。もう来てるからいらんです。意味がよくわからんな。ゆきちゃんには大役お願いしたいな。温泉の紹介に入浴シーン撮らせてくれない。うわ、最悪だ。元気女子高生狼の熱いサービス。これ数字取れると思うな。それ絶対いけますよ。あんたたちいい加減に。お、僕の選択肢まだですか。とにかくお引き取りください。取材はお断りします。お、毅然とした対応。お断り。ザク、これだから子供はテレビの力を知らないのかな。ま、こんな田舎の高校生じゃ無理もないけど。あ、なんかアンチな動画流すつもりかこいつら。僕らが盛り立ててやろうって言ってんの。天城屋旅館、お客減ったままでいいの。次期おかみさんなら賢明な判断ができると思うけどな。いや、これ賢明な判断だと思うんですけど、お断りするのは。次期おかみじゃありませんから。あ、行っちゃうのそこで。やる気ないよっていうの。インテリアコーディネーターするよっていう。あ、そうなの。そうなの。まあ、こんな田舎の貧乏臭い旅館のおかみよりもっといい仕事紹介できるよ。女子高生の元おかみでいろいろ使えそうだからさ。なんで使えるって。なんだよ、気持ち悪いんだけどこいつら。うひひ、そそるね。話だけでも聞いてみない。聞かないわ。ちょっとゆきちゃんになんてこと。いいの、言うだけ言って満足すれば帰るでしょ。なんだよそれ。だいたいさ、あんたんとこの旅館老舗っつったって古いだけだよね。今だけ流行らないしさ、さっさと潰した方がいいかもね。お、言いたいことだけ言ってけ、帰れよ早く。板前も料理も見た目だけどさ、あ、見たけどさ、ちまちましてて地味だしさ、客入れたいなら同じことしててもダメだっての。こいつら何がしたいの本当に。ただ愚痴言いにしただけなの。何なの。そういうのが分かってねえからダメなんだよ、おたくんとこ。長いだって金握らせないとろくなサービスしないでしょ。あ、いいこと思いついた。中井を全員女王にしてさ。女王。一日みっちりサービスしてもらうってのはどう。なんでそう下の方ばっかりに行くのこいつら。頭の中ピンクだろお前ら。
布団敷いてそのまま入ってきちゃうみたいな、もうそれあのさ、旅館として経営できなくなると思うんですけど、とにかくさ、テレビで紹介しようって言ってやってるんだからさ、ちょっと頭使って考えてみなよね。いや、冷静な判断したら絶対断ると思うんだけど。お、ブチ切れそう、中井の笠井さん。言ったれ笠井さん。じゃないわよ。お、切れる、切れてる、切れた切れた。じゃないわよ、侮辱するのも意外にして、誰がそんな旅館なんかに。あなた方の局の取材は今後一切、とにかく断固拒否します。生意気なガキだな。そっちがそうならあんたの暴言報道しちゃうけど、サービス業としてはあるまじき。どうぞ存分に報道なさってください。その代わりこちらから番組スポンサーに抗議しますから。スポンサーはやばくですか。けっ、おお、あっさり書いて、何だったんだ、なんかすごいこと言っちゃった、スポンサーに抗議。ふふ。ていうか僕黙っててよかったの、ここなんか選択肢くれよ。こういう場面こそ男の出番だろ。ちょっとそうだ、旅館に連絡しないと。それじゃあね。なんかみんなのこと悪く言われてカッとなっちゃった。まあそうだよな、あんだけ親身にいろんなことしてくれる人たちみたいだからな。うん、私怖かった。いや、かっこよかったよ。あ、あった。かっこよかったよ。そうよかった。ゆきほっとしたようだ。潰れてくれた方がって思ったこともあるんだ。あるけど、やっぱりあそこは私の家、みんながいてくれて私がいられる場所。おお、潰すなんてやっぱりできないよ私。ユキコは自分自身の正直な気持ちに向き合い始めたような。これ結局旅館継ぐんじゃないの、ユキコさんね。また少しユキコと仲が深まった気がした。はい、今レベルいくつだ。8か。いかんな。いかんな。8、生み出す力が、はい、心の成長。ムドン、ムドン、敵行ったり闇属性の即死効果。ああ、いらないいらない。確か誰かしら持ってる、僕の中の誰かが。僕の中の誰かが持ってる。ねえ、もう少しここにいてくれないかな。お、まだドキドキしちゃってて。いや、あのしばらくユキホに付き合い、旅館まで送って帰った。おー、なるほど。はい、しかしお父さんは帰ってこない。あ、病院の清掃のアルバイト。じゃああとそれだけやって今日は終わりますか。よしか、ちょっと怖いけど。あれ、でも悪魔の小見は取ってなかったような気がするな。そういえば悪魔の小見忘れてた気がする。悪魔いないよな。おお、太陽、女帝、法王、正義、女帝、女教皇、魔術師、聖者、皇帝、星、恋愛。あ、ないないない。病院ない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 。ゆきこちゃん、ゆきこちゃんじゃない、ななこちゃん。壊れた壊れた。じゃあ、今日はななこちゃんの、ここからはななこちゃんと小見やって終わりますか。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ごきげんよう。チャオ。今んとこ平和だね。うん。